神様、どうして。あんた忍び前、ごきげんよう。分身の罪、君の主は熱を失ったそうだね。痛ましいことだ。お前に用意する。私が先を急いでいる。ところでこの武器の持ち主を知っているかな。まさか熱中症を奪われたまで、ひとまず炭になってもらったのだが。
んか。実に見にくいな。温かく胸の鞘。この霧が川中島の天地をおぼろとするか。剣心様の宿敵、私が必ずやこの手で。
類ようこそ。早速で悪いが、お前を止めるぜ。本気だな。遮るな。私は剣に戻り、あの方に迎えられる。やっぱ軍神の後追いか。そんな気をつけても早くして。私はドラを撃つ。剣神様の代わりにドラを撃つんだ。カズナ、一生いる気はなかったけどな。お前には感謝してる。何を言ってるんだ。俺様を猿から一発の人にしてくれたのはお前だ。お前にとってはそれが軍神だったってことだ。そうだ、私はあの方に出会えたから。戻ってこい。こちら、お前と分解体。そんな、どこまでも行き続けろ。まさに泣いておる幼子。
の者を止めてみせよ。殺すではないぞ。親方様、
い石垣。神草の思い、乱世の今こそ噛みしめようぞ、愛の若き虎剣山。剣心様の宿敵カイの虎、ようやく見つけたか。誰よりも分身の書を聞いたお主が信じられるのか。あやつの心、強さ、あやつは裏切らぬ。そしてわし以外には負けぬ。黙れ。あの方、私の腕を高め、お前を倒し、私はあの方のもとに。もう良い、もう良い、休むのじゃ。ふざけるな、私と戦え。お前を斬らなければ私は剣に戻れないんだ。あやつに代わりわしの前に立つか。しかしわしにはお主が分身とは思えぬ。それでも私は剣とはその身に使い手の心を映す。今のお主を見ればあやつも曇るのではないか。お主にしては遅かったの。じゃがあまり身内を待たせるものではないぞ。返す言葉もありませんね。剣心様、心配をかけましたね、美しき剣。ランス、夜更けに剣心様のネアに呼ばれた。みな行くぞ、乱世をかけるヤタガラスとなれ。世は戦国。棟梁、棟梁、我らだ。
棟梁。やはり我らの動きがつかまれていたと。恩敵。しかしどちらでも構わない。我らは弾幕にて問いただすの。運のない間の抜けたカラスに行くぞ。待ち伏せていた相手から逆に奇襲を受けるぞ。しまっとめ、この疫病神のせいに違いない。反論のしようもなく咎められるのならばただ受け入れましょう。申し上げます。現在の我が軍には応戦する兵力もございませぬ。援軍だ。援軍を呼べ。標的は魔王の使い番だ。皆、弾薬を惜しむな。おう。至急、本隊に援軍の要請を。バカな、今さら間に合うはずもない。なんだと、貴様、我らの指示に逆らうか。さらば、おかしい。魔王軍にしては統率が緩い。指揮か、正気か、いずれも不足の男が率いているよ。それには及びません。奥義隊の到着です。
岩尾のごとき肉体に恐れるものなどなし。聞け魔王の眷属、これが大化の怒りの声だ。これも私の不徳がゆえ申し訳ございません。先を得たいなら最強最強、俺様最強、ヤマトの差しに敵はねえ、俺様の踊りだ、どんなのおかしいぞ。彼らが連れている。いつかこの刃に九つ神が宿るのだろうか。それ一つなら問題を守る気がない。戯れに王に例えるならば宿る王と言った王、婦人の再構築確かに受け止まりました。貫かれたのか誇りに思え。無数の我ら相手にどこまで立ち向かえる。触れてやる。三代目キアノノギス、重心を覚ましましょう。形だけでもしておくべきか。落ち着くことだ。それが我らに立ち向かう。最強最強、俺様最強、ヤマトの差しに敵はねえ。お前の力、我らの互角。それ以上、くしょう、なんだこれは。なのおかしいぞ。我を導く。つまんねえ。俺様一抜けた。ではない、サイトの水はこの我らだ。分かっていないな。抵抗とは効果が出るように行うものだ。
させていただこう。叶うと思っていたのなら、いかにも愚かな楽観よ。過去なら、あるいは未来の私、彼らの死に涙を流せもしたのだろうか。火力で圧倒し、殲滅する。これが我らの断幕だ。頂戴した。切れの銃は捨ててくれ。補給は我らが受け持つ。了解した。もうダメだ。終わりなんだ。だったらせめてよし、次は拙者が。撤退するぞ。我らの任務は果たした。それが命。よもやこれ隙を読めなかったとは言うまいな。我らの武具が珍しい。戦場ではな、あの宵闇と暗闇はこれしきの茶番。私の呪しはどうでした。天にも昇る心地を目指してみたのですが。別動隊、予測通りの行動を確認。預かる私がこの低価格なのに、あなた方の成果は小豆の一粒でしかない。
皆引き金を引け、高らかに声を響かせろ。見ておられますか先代、三代目彩花孫一。我らの強さ、それは互いを補えることだ。私は死を恐れながら戦う。我らには理解不能だ。の早号はここに。私は明智光秀。なぜどちらにせよ勝家では少々厳しい相手でした。将の一人や二人抜けようと最強は織田に違いなし。多少の犠牲なら帰り見るにも値し。見ろ、こ
この私も含む。兵の動かし方が甘い。もう少し守りなさい、勝つ。どうせのまま。皆さん、死を見たかない。この気持ちに嘘はありません。先代の名に使って譲れるものか。切り崩す。みんな、準備はいいな。おう。して、我らには馴染みの匂い。矛を詰めればあの
行を選ぶがいい。直ちにその引き金を引こう。最終目標直前、十二分に警戒せよ。その瞳は私に何かを示そうというのか。だがそれに耳を傾ける気はない。あなたと言葉を交わせとは聞いていないがゆえに。信長様に目通りかなった折は5年後